あ、上だ。あ、上か。ん？横か。斜め上。右？あれ？斜め左。あれ？あれ？あれ？などチキンもごしぷた。チキン、飲むちょわ。よ。ウーバーでチキンも頼んだこともあります。そんぐらい私もチキンが好きです。にゃせよにゃせよ。私の昼公演の DMM 見た。優しい。やつは優しい。ブレックピンク。お。チャチャー、ブレックピンク。H&M とのコラボ T シャツ、あ、コラボワンピをレイナとそれで買いました。言うな言うな。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。向こうが楽しすぎてまたまだ。ありがとう。だから山ここって余裕がすごい。よいしょ。じゃじゃーん。言われてますけど、それはちょっと違いますね。久々に食べると超美味しいよね。ナゲットはほんまうまい。ヌイはあれ超オレオが大好き。アイス食べたー。めっちゃいい音するね。うん、山ここもっとやってよ。あと1回できると思ってたねえ。山ここ本当にやりたい。私1個しかないのに。えってびっくりした。私配信中にした持ってるんか。それで今のでちょっと信じられないな。あ、まだ食べてない。それこれね、まだ整理。15分ぐらいだけです。なんでかっていうと、の申請をしてなくて。嬉しい。だから、あ、見て見て、みんな昨日眉毛もう一回やったんですよ。私なんか2時間ぐらいやった方がいいみたいな。そう、2時間ぐらいやった方がいいって聞いたから、夜中の時にタイマーかけて2時間置いて、眠いと思いながらビリビリって剥がして来ました。うまく剥がれた。いや、私記憶ないですね、剥がした。眠かったから、本当に。私も気づいたら忘れます。いつ4人の曲終わって、あ、エスケープ終わった後。
出ていくところが一番辛い。ガル、あそこマジ辛い。確かに、ってなってるから。いやでもレイナたちも頑張る。めっちゃ可愛いってきた。あ、このシャツのおかげだ。可愛いよね。このシャツ。今日は昨日このシャツいただいたんですけど。そこほんまにもうちょっと休ませてほしい。いや本当それ。昨日とかレイナ顎にリップつけたまま出ようとして、レイナついてるよ。そう、レイナ顎にリップついてるよとも言えない、レイナついてるよみたいな。ああ、オッケーみたいな。呼吸するのに必死で。レイナはさ、一曲だけでもめっちゃ息切れすんじゃん。一曲でも辛いのに、前の気持ち考えたらもう心が。だからさ、いつもさ戻ってきて、やばかった今日もやばかったみたいなことをレイナに言うと、はあ今日もきつそうだったねって、なんかレイナがすごい寄り添ってくれるんですよ。それが可愛い。私もきついの分かってるから。でも私も一曲でも普通に辛くて、それがなんか可愛いです。昼夜の時やばそう。確かにそれ辛そう。辛そうだよね、もう喉がさ。寿司辛そうか。あ、いいよ。その後トゥントゥイエーイ、あとこれやった後の、あいお汁、あれマジ辛い。あれマジ辛い。息継ぎする場所がね、うん、あれはガチ辛いんですよね。すごいいつも辛そうだなって思って聞いてる。だから愛を知るまではいいんだけど、夢を見る現実はね、ここで切らないと。愛を知る夢を見るってできないじゃん。だから愛を知る夢を見る現実はエスケープって歌わなきゃいけなくて、それが苦しい。あのさ、あそこのエスケープのさ、振り返ってドゥーンドクドクだよ。わかるわかる。でもノエさ、振り返るタイミングとかさ、割とレイナのこと見ながらさ振り返るようにしてんの。ほんと？それがさ、いつもレイナ任せだからさ。確かに、私見てくれてるから。そう、ノエもレイナ見て同じタイミングでやるんですけど。え、え、え、さ、め一曲目だから休んでの一曲。綺麗に踊れちゃうもんね。激しいノエの踊り方の方が迫力ある気がする。いや今度さ、もうその3曲めっちゃ休んで、めっちゃ休みながらやってエスケープガチでやってみようかな。やめな。めちゃくちゃ失礼。ノエにそんなことできないよ。確かに。あれでめっちゃテンション上がってるもん。マンダー。ああ。で可愛い二人とも。快速？うん、快速の歌。からさあ、電車のマッタとかさ、ほら。合わせなきゃいけないじゃん。サラが最初にやってるあれ。うん、サラが大体先にやる。マジめっちゃ可愛いあそこ。ガチ可愛いよね。二、うん、人のイエーイ。のとこ好きだって。嬉しい。あそこ本当はハモリないもんね。うん。本当は言わないんですよ。希望してやるようになった。わかりやすくてごめん。ほんまにデイ好きだって。泣ける、ね。デイ好きっていうタイプで。大好きじゃない。デイ好きはやばい。ねレナ大好き。なんでレナなんか泣きそうになるらしいんですよ。ナナちゃん言ってた裏で、この曲マジ泣けるよねって言ったら、ナナミちゃんがなんか動揺しちゃって、なんて返せばいいか。めっちゃ想像できるやん。みたいになるよね。言われた。かわいい。わかるだね。わかりやすくてごめん。好き？やりたいの。
ガチで間違えた。無理。今のはガチで間違えた。やばいね、うん、みんな忘れてください。わかりやすくてごめん、うん、歌おうとしたらわかりやすくてごめん、ブレーキかかっちゃったごめんのとこ考えてやったのかもしれない。うん、それこそわかりやすくてごめん、ちゃんがすごいわかりやすい、すごっ、マジでになっちゃったみたいなタイプだ。その才能はそうじゃない。あ、そうだよね。そうだよね。じゃあそろそろ15分経っちゃったから。出てきたっけ15分。手が熱すぎる、やばい。熱すぎて。もう終わりになっちゃいます皆さん。いやどうかな。例の最近。過ごしてるんで、例えばみたいな話したらざっくりだけどめっちゃえ、ね、うんみたいなひどいですね。じゃあというか一分サラン止まんないよりどうぶじゃん。珍しい髪してるか少し。じゃあそろそろ終わりたいと。皆さんごめんね、短くてありがとうございました。ね、見て爪め全部折れたんです。めっちゃ短いやつ。バイバーイ。3、2、1、3。Shoo.